ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。今日は J クラフトのこちらの IPA の飲み比べをします。では早速ついでいきましょう。まずはこちらの緑の方から。続いてこちらの赤い方もついでいきます。色がまず全然違います。どっちも泡立ちはもっちりとしてますね。こっちの緑の方がホッピー by J クラフトガツンと IPA ウエストコーストスタイルと書いてあります。アルコール度数が 7% IBU が 70。 IBU っていうのは苦さを表します。だいたい普通の日本でよく飲まれるピルスナータイプで30とか40ぐらいですかね。なので結構苦みは強めということですね。色は琥珀色、かなり濃い色合いをしています。あー、なんか柑橘系フルーツ系の甘い香りがします。ものすごく爽やか。そしてこの赤い方、ピンクの方がホッピン by J クラフトジューシーニューイングランド IPA イーストコーストスタイル、アルコール度数が60で IBU は30。全然違いますね。半分以下、苦さが半分以下です。で、見た目がね結構白いんですよ。で、濁った感じ、本当にバイツェみたいな白ビールぐらい白いですね。これ見た目だけだと白ビールと思いそう、 IPA と思わないかも。 IPA っていうのはインディアペールエールの略なんですけれども、一般的に苦いホップのキャラクターがよく出ているようなビールですね。これはどのぐらい違うのか、もう見た目もこんなに違いますからね。こっちよりももうちょっと柔らかめ、どっちもフルーティーなんだけど、ちょっとこっちは酸味を感じるというか、柑橘と白ぶどうみたいな香りもする、はあ、香りも全然違う。じゃあちょっと泡もちょっと消えてきちゃったな。じゃあですね、こっちのちょっと苦味の弱い方から飲んでみましょう。では今日も一日お疲れ様でした。乾杯。めちゃめちゃ爽やか、すっごくジューシーにホップの味を感じます。トロピカルな感じですね。で、苦味は IBU 30っていうだけあってそんなに強くないです。それよりもジューシーさの方が感じられるので、苦味はそんなに気にならないぐらいですね。でも、 もうホッピーな感じがすごく出ています。アルコール 6% ってほど強い感じもしないですね。飲みやすい。今日リセット、明日にホップ。やっぱり IPA が好き。ジューシー IPA は小麦麦芽やオーツ麦を加えて無濾過の濁りが特徴。なるほど、白ビールっぽいなって思ったのは小麦麦芽が入ってるからなんですね。トロピカルなホップの香りを楽しむ濁りの IPA、 東海岸ニューイングランドスタイル、軽くて甘口。今日リセット、明日に弾んでホッピーン。じゃあバイツェンっぽいっていうのもあながち間違いじゃなかったんだな。バイツェンっぽい甘酸っぱさっていうのありますね。これが赤の方ね。なるほど。じゃあ今度はこっちの緑の方、ガツンと IPA を飲んでみましょう。これね、 IBU も高いしアルコール度数もね 7% と高めなので飲み応えがありそうですよ。苦い、ガツンとくる苦味、美味しい、 IPA 飲んでるって感じがしますね。この後から来る余韻、口の中に残る感じとか鼻から抜ける感じも、もう苦味がすごい感じられます。苦いぞこれは。
いパンチのある味わいですね。炭酸感はそんなに強く感じないです。ホップの特徴がものすごく出てる。香りもすごい強いし、苦味もしっかりと、もう後から残るような爽やかな柑橘系の皮みたいな、そういった苦味なんですけど、本当にガツンと IPA 飲みたいっていう時はこっちがおすすめですね。今日リセット、明日にホップ、 IPA は楽しい。ガツンと IPA はホップを2度入れ2回入れてるんですって。しっかりした苦味とホップ由来の柑橘のような香り、西海岸ウエストコートスタイル、苦いのに爽やか、全く違う味わいです。同じ IPA とは思えないぐらい全然違う。こんな冊子もいただいたので、ここにそれぞれの特徴が書いてありますね。 IPA の楽しさを届けたい。居酒屋やレストランでワイワイしていたのが、このところ生活全般が大きく変わってしまいました。そんな中、もっと楽しいビールを作りたいと思いました。ソムリエながら毎日ビールを飲んでいる H、 ホップについて語らせるとエンドレスな T、 食べ合わせにうるさい S、 家庭菜園の後の一杯が好きな Y、 角打ちビールが大好きな C、 そして醸造所のメンバー。大きなジャンプではないけれど、美味しくて少しホップ、弾む楽しさを届けられれば最高です。今日リセット、明日にホップ、美味しいビールで少しでも毎日が明るくなりますように。今日も乾杯です。 IPA って苦いビールの代名詞？これもビールなんだ。もっと自由な味に、苦いだけは嫌、飲み続けられる甘苦 IPA っていう感じに。確かにこの濁ってる方、赤い方って、飲み続けられる IPA っていうのすごくわかりますね。結構すっきりとしてるし、苦味も柔らかいので、もう本当に軽い口当たりで甘みがあるので、本当に白ビールぐらい、焙煎ぐらいの飲みやすさがありますね。でもホップのジューシーなこの香りそういうホップのキャラクターは出てるので、 IPA も楽しみたいし、でもバイツェも飲みたいなっていう感じの時はすごくおすすめかもしれない。この2つの特徴、こっちガツンと IPA、 口当たりよく鮮烈なホップ、こっちも小麦麦芽入ってるんだ。イギリス産の大麦麦芽と、それから小麦麦芽ホップが入ってる。こっちの赤い方はジューシー IPA の方ですね。こちらは飲みやすいジューシーなホップ、原材料が外国製造の大麦麦芽、そして小麦麦芽、大麦ホップと乳糖も入ってる。その甘みがあったんですね。だから飲みやすいんですね。結構軽く飲めるので、平日でも飲めるっていう感じで、週末はこっちかなっていう感じがしますね。なるほどね、こんなに特徴変わってくるんですね。作り方とか、ホップのホップ2回入れるとかで。 IPA とかホップ感の強いビールとか、アルコール度数が高かったり、苦味の強い、キャラクターの強い、癖の強いビールっていうのは、やっぱり何杯も飲んでるとちょっと飲み疲れっていうのが出てくるんですよね。これは結構最後の一杯とかにゆっくり飲みたいなっていう感じ。でもこれは結構2杯3杯とかいけるかなっていう感じだし、1杯目から IPA でもいける感じがします。だいたい私は1杯目はピルスナーとか、あとはバイツェとか、あの白ビール系を飲むことが多いんですけど、そこから徐々にこうキャラクターの強いものにどんどん移行していったりとかっていうのがあるんですけど、これはもう1杯目でもいける IPA ですね。 IPA1 杯目からはなかなかいかないけど、これだったらいける気がします。苦味が苦手だけどホッピー感は味わいたいっていう方は、これはすごいおすすめです。めちゃめちゃジューシー。この濁りのある IPA ってすごい好きですね。結構濁ったやつをヘイジー IPA とか言うんですけど、すごい好き。こっくりとした味わいが好きです。やっぱり飲みやすいのですぐスイスイっといっちゃいますね。こっちはゆったりいきたい感じ。苦味が強いので、もうゴクゴクゴクって一気に飲んでしまうというよりは、少しずつ、料理と合わせて
飲むのもいいかもしれない。あー美味しい。この苦味、ガツンとした IPA もすごく好きです。余韻まで苦いのがすごい美味しい。1杯目と2杯目でもう一回こっち行ってまたこっち行ってっていう、なんかこの2つでもずっと飲み続けられる感じがします。でもアルコール度数はね、どっちもちょっと高めなので飲みやすいんだけど気をつけなきゃっていう感じがしますね。インディアペールエールの略が IPA っていうお話をさっきしていたんですけれども、でも IPA の発祥はインドではないんです。昔々インドがイギリスの植民地だった頃の時代ですね。でその時にそのビールを運ぶのに2回赤道を通らなきゃいけない。それでビールがどうしてもその長い航海の間に腐敗してしまう、腐っちゃうっていうのがすごい問題でした。それで防腐剤の効果のあるホップを大量に入れてビールを作りました。ホップって腐りにくくするような、そういう働きをしてくれるんですよね。なのでホップを大量に入れてビールを作ったところ、それがすごく美味しかったと。そしてアルコール度数も、腐りにくいようにアルコール度数も上げて、でホップを入れることによって香りも高くなるし苦味も強くなる。そうやってできたのが IPA です。でそれですごい美味しいってことで大人気になって世界中に広まったと言われています。そんな歴史のある IPA というスタイルなんです。あー、今 IPA って言ってもジューシー IPA のようなニューイングランド IPA があったりとか、濁りのあるヘイジー IPA があったりとか、いろんな IPA が出ています。やっぱりすごい世界中で人気になったので、そこから派生したいろんな IPA があるので、 IPA の中でも飲み比べ、ヘイジーはどうなのか、ニューイングランドはどうなのかっていう飲み比べをしても楽しいんじゃないかなと思います。私もそのうちやってみようかな。IPA、 同じ IPA でこんなに味が違うから面白いですよね。やっぱり奥が深いな、ビールの世界はって思いますね。今ビールのスタイルだけで140種類以上はあるってこの間聞いたな。もうそのスタイルだけでも全部網羅するの大変っていうぐらい種類がものすごくあるので、飲み比べはもう永遠にできると思います。あー、どっちも美味しかった。ぜひIPA の飲み比べやってみてください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして高評価とコメントもお待ちしております。皆さんのおすすめの IPA は何ですか？教えてください。私も飲んでみたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。